ははいこんにちは今回はキャンプや車中泊で活躍するポータブル冷蔵庫ボージ RV の CRPRO20L についてご紹介していきます電源は家庭用コンセントシガーソケット対応のポータブル冷蔵庫で別売りの専用バッテリーを使用すればコードレスで使用することもできますサイズはソロキャンプでは大きめの 20L 食材や飲み物もたっぷり入ります10度からマイナス22度の温度設定が可能で 冷蔵から冷凍までできますキャンプや車中泊のアウトドア以外にも日常の買い物で生鮮食品や冷凍食品を持ち運ぶ際常温での品質低下を防ぐことができますまた災害対策でもいざという時に役立つアイテムとなっていますはいこちらのポータブル冷蔵庫なんですけども傍若 RV の公式ホームページでは価格が税込22,980円となってます本体ほか付属品はこのようになってます 家庭用用コンセンセトでで使すする AC アダプターですそしてこちらがですねシガーソケットから電源を取るための DC 電源コードですでこちらの長さがですね 3.5m となってますはいそしてこちらがですねあの専用バッテリーで使用する時の短い DC 電源コードになってますまた後で実際にねこちらの電源コードを使って専用バッテリーを使ってみます、はい、そしてこちらが 取扱説明書日本語対応となってますそしてこれがですねこの小さなパーツが本体底のゴム足の予備になってますこちら2つ付属してますはい外観はこんな感じでカラーがブラックになってます、えー、側面にですね車載時などにこちらの冷蔵庫本体を車に固定するためのベルトを通す穴があります そしてこちらのサイドがくぼんでまして、持ち運びするときはここに指をかけれるようになってます。はい、こちらがね、庫内の蓋になります。よいしょ。はい。この蓋もマグネットでしっかりくっついてますね。はい。そしてこちらが操作パネルになります。はい。そしてこちらがですね、収納ボックスになってます。こんな感じでね、小さいスペースあるんですけども、こちらに電源コード類や 専用バッテリーを入れることができます、はい。そしてね、こちらの操作パネル側のサイドも同じように固定ベルトを通す穴が開いてまして、こちら持ち手のくぼみがあります。そしてこの下にですね、電源の入力端子があります。はい、ざっくりね、本体はこういう感じです。えっ、ー、と、こちら側にコンプレッサーが入っているので、持ち上げたときね、正面から見て右側が少し重量感があります。 はい、それではね、実際にこちらの方、電源入れていってみます。マニュアルの方にも詳しい操作方法が表記されてます。はい、それでは電源入れます。電源ボタンオンで、はい、このように液晶が表示されています。はい、こちらの上の部分がですね、現在の庫内の温度表示になってます。そしてその下に電力と電圧表示があります。こちらの雪の結晶みたいなマークが、 コンプレッサー作動中アイコンということです。そしてこちらがエコモードマックスモードの切り替え表示ですね。今マックスモードになっています。バッテリー保護レベル HML という風に3段階の設定ができます。はい、今ですね、庫内の温度が14度ということなんですけども、え温度設定はこちらのプラスマイナスのボタンで変更できます。はい、これ現在の温度設定0度ですね。これが1度から 長押しで、はい、10度まで。そして温度を下げるときは、こちらのマイナスボタン、えー。こちらを押して、マイナス22度まで下げることができます。そしてこのように表示が戻ったら、現在の庫内温度が14度ということで表示されてます、はい。そしてですね、こちらの設定ボタンを押すと、マックスモードとエコモード。 こちらの切り替えができますマックスモードでは急速冷凍ができましてわずか15分で0度にそして40分で22度まで急速に冷やすことができます省エネのエコモードでは設定温度に達するとコンプレッサーが作動と停止を繰り返し省エネで運転することができますそして設定ボタン長押しでバッテリーの保護レベルを変更できます はい、H が点滅しています。そして、ローモード、そして、ミディアム、また再びハイモードです。こちらのバッテリーの保護機能なんですけども、通常は H を設定していただいて問題ないということで、マニュアルに表記されています。車のバッテリー上がりを防止するために、車両側の電圧が設定レベル以下になるとコンプレッサーが停止するという機能になっています。 こちらの収納ボックスの蓋にも操作説明のシールが貼ってますのでこちらを参考にすることができますそしてですね今の設定温度が0度0度に設定してまして庫内の温度が12度ということですこの状態で今の消費電力がこちらのポタ電をチェックすると 56W57W ということになってます この辺の消費電力は設定温度や外気温の影響を受けて変動しますカタログではマックスモードで 60W エコモードで 45W の消費電力となってます今設定温度に向けてかなりコンプレッサー回っている状態なんですけども動作音45デシベル以下ということでコンプレッサーが回る音はしているんですけどもそこまで不快に感じるレベルではありませんはいそれではこちらの 2L の水と 600ml のお茶 こちらをですね、実際にこの庫内の方に入れてみます。まずはね、こちらの600のペットボトルを入れてみましょう、はい。こういうふうに縦入れですね、これでも、はい、蓋は問題なくできます。えー、そしてですね、このように寝かしてみると、はい、ちょうどですね、こんな感じでまだ奥行きに余裕があるぐらいです。 600のペットボトルなら、こういうに寝、ね、かしてもいいですし、立ててもしっかりと入ります。やっぱり20リッターあるんでね、だいぶ広いですね。はい、2リットルの水です。これはもちろん、このまま蓋はえ閉まらないです。はい。そして、この奥行きもね、やっぱりこのサイズだと入らないので、この ペットボトルの場合は、こんな感じで横に寝かせば、2リットルの水も余裕で入ります。そして、こういう LED ライトがついているのも、庫内が見やすくていいと思います。はい、そしてこちらがポータブル冷蔵庫専用バッテリーです。容量が 220mWh とかなりコンパクトなサイズになっています。先ほどのペットボトルを横に並べてみるとですね、えー、こんな感じですね。 600ミリのペットボトルと比べて同じようなサイズ感ですえ重量の方もですね220ミリワットアワーなので1.45キロと片手でもね軽々持ち上げることができます専用バッテリーのサイドにはこのように電源や端子類が揃ってますまずこちら電源ボタンですね長押しかなはいこれで長押しで、えー、電源がオンになりました えー、そしてこちらが LED ライトもついてます。これかなこれでね、こんな感じで LED ライトも付属してます。そしてあとは DC 入力端子や、えー、USBA の出力ポート、USB-C の入出力端子がついてます。そしてこちらの真ん中がですね、えー、はい、DC ソケットになってます。はい、こちらが液晶表示ですね。えー、バッテリー残量70%。 そしてインプットアウトプットのワット数が表示されています。本体への充電は DC 入力と USB-C の入力端子があります。ただ DC アダプターがですね、別売りになってますので、まあ、メインとしてはこちらの USB-C からの入力ということになると思います。そしてですね、こちらのポータブルバッテリーはすごくね、コンパクトなサイズなんですけども、パススルー機能もありますので、 こちらの入力端子から充電しながら出力することもできるということです。こちらの専用バッテリーはすごくねシンプルなんですけども、必要十分な機能が揃っていると思います。はい、そしてこちらの専用バッテリーの付属品なんですけれども、えー、取説と USB-C ケーブル、そしてシガーソケットからの電源ケーブルとなってます。Bougie RV の公式ページでは、 価格が税込25,980円となってます。このケーブルがですね、この収納ケースの裏側ですね、こちらに穴が開いているので、そこからコードを通して、このポータブル冷蔵庫に付属していた短い用の DC 電源ケーブルを使ってます。それをこちらの電源端子に差し込んでます。はい、今こんな感じでね、収納ボックスの方にセットしてます。 これでね綺麗に中に収まままままっってててすすねちょょと電っち電源源入入れみしししうかッがりたコンプレッサーも今作動してます他を開けてみると今コンプレッサー回り始めたところなので安定していないんですけども、えー、ちゃんとアウトプット表示も表示されてますこうやってね専用バッテリーすっきり収まってますしコードレスで稼働しますので持ち運びしやすくてアウトドア用途なんかにもすごくおすすめです はいというわけで、BOGRV の CRPRO20 リットルポータブル冷蔵庫、いかがでしたでしょうかキャンプや車中泊、普段のお買い物での食品保管に加えて、停電時の緊急用としても活用できるアイテムです。20リットルのサイズで、専用バッテリーでも稼働することができ、これ1台でアウトドアライフも快適になりますし、日常生活での安心感も増すと思います。今後のキャンプや非常時の備えに、BOGRV の c r p r o ポータブル冷蔵庫が気になった方はぜひチェックしてみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。コナログアウトドアでした。さようなら。